三上建築事務所の益子と申します。建築の設計をしています。私たちの事務所は茨城県の水戸に本庁があって、東京そして佐賀の2つ、3カ所ですね、事務所を持って主に公共施設で学校図書館をメインに、その他ショップですとか幼稚園だとか保育園だとか、そういった仕事もしてます。非常に素晴らしい賞なので応募したいと思ってました。なかなか応募できる作品がたまたまいい作品があったので応募しました。九州福岡県行橋市というところにある図書館です。川べりの図書館で4階建て、駅からはちょっと離れてますけれども、ユニークな形をした作品ができたなというふうに思っています。そんなに大きな建物ではありませんけれども、1階と2階が町に向いている、3階と4階は川に並行している、1階2階と3階4階がツイストしたような建物になっていって、それがこうスパイラル状に広がっていって、その動きが町まで、町全体に波及するようなものにしようというようなデザインをしました。我々が建築の設計をするときに、一つものいつも大事に考えていることは、その場所がどういう場所だったかということ、そしてロケーションがどうであるか、何よりも大事に考えるのは、その建物が何に使われる、今申し上げた3つのことを組み合わせていつも建物を考えています。で、今回の建物の場所は、昔米を運び出す船が寄り付く倉庫があった場所、日本では貸しと言いますけれども、その場所があったところです。そしてやがて時代が変わって、その場所は貸しではなくなって、ただの商店街になっていった、川べりの商店街になっていったわけです。唯一一つ明治時代にできた銀行が残っていて、その正面に今回の建物ができたということです。その明治時代にできた建物は、東京駅を設計した辰野金吾さんという方が監修をしたという由緒あるものです。赤レンガ館と呼びますけれども、その赤レンガ館をリスペクトする形でしっかりと向き合う、また3階4階高いところから遠くに有名な山が見えてくる、その両方いろんなこうロケーション、そして歴史、それを織り交ぜながら市民の人たちが楽しく遊べる、学べる、そういう場所ができればいいなと思ってデザインをしています。今回応募した作品の一番の特徴は、さっき申し上げたように1階と2階3階と4階が別の方全く別の方向を向いてスタックしているということです。それは川の反対側から見ると正対して見る、町から見ると昔の銀行と正対していく、そういうふうなことをすることで、目線の高さではフレンドリーでも、もうちょっと引いてみると町の中にこう渦を作っていく、そういう効果を生み出せたのではないかと思っています。まあ、この賞をいただけたことを非常に光栄に思っています。またいろんな評価をいただいたということで、次のステップに進んでいく励みになったというふうに思っています。賞をいただけるということ、しかも日本にいて外国で評価をされる、特にアジアで評価されていく、そのことは非常に大きなメリットがあって、これは単なる一時のことではなくて、もっと長い時間の中で我々の中で蓄積されていくものだと思いますし、実際に Facebook でアップするといろんな人から反響がありました。それ以外の仕事で新たに仕事を始めるクライアントの人たちに対して、こんな賞をいただいてますよということを申し上げれば、やはりすごくそのこと自体喜んでもらえますし、クライアント側としてもすごくこうちょっと嬉しい気分になってもらえる、それはすごくありがたいことだなと思ってます。この賞がもっとよりメジャーになって、みんながこうこの賞を取りたいと思っていただくもらえるようなステータスをもより高めていってもらえればいいなと思いますし、僕らももう一回またチャンスがあれば受賞したいというふうに思います。一緒に頑張っていきたいと思います。